皆さんこんにちは。今日はですね、杖で歩いているとだんだん体がねじれてきてしまう、そういったお悩みないでしょうか。そういったお悩みに対してどうやったらまっすぐ前を向きながら歩けるのか、体がねじれずに歩けるのか、そういったところを今回の動画では説明していきますので、ぜひ最後まで見てください。はい、それではですね、今から説明していきます。杖をついて歩くとですね、だんだん体がこのように横向きになってしまう、体がねじれてこう歩いてしまう、そういったお悩みあると思います。この時によくリハビリでは、体がねじれてるからまっすぐ向けてくださいと言われて歩く練習をすることがあると思うんですけども、まっすぐ向けた時はいいけども、またすぐに横向いてしまう、またすぐに横向いてしまう、まっすぐしてもまたねじれてしまう、そういったことがよくあると思います。この時に足の力が弱いとか、体幹が弱いから筋トレしてください、しっかり筋トレするけど、この歩き方なかなか変わらないというお悩みあると思います。実はこれを解決するためには、筋トレではなかなか解決できない問題があるんです。なぜかというと、筋力が問題というわけではないからです。なぜこういう歩き方になってしまうかというのは、歩き方、正しい歩き方がどうすれば正しい歩き方になるのかというのが、皆さん分からずに歩いてしまっている部分が多いと思います。体がねじれる原因はいくつかあります。そのいくつかね、今日ご紹介していこうと思います。まず1つ目、よくリハビリでは歩くときにスピードを出しましょう、もっと速く歩いてください、よく言われることあると思うんですけども、速く歩こうと思えば思うほど、皆さん体ってどうなるか分かりますか？杖をどんどん前について、杖に頼りながら歩いてしまう、そういったことないでしょうか？杖に頼ってですね、どんどんスピードを上げていくと、杖が前に前に出てしまいます。杖が前に出ると、いい方側の足がどんどん前に前に出ます。そして麻痺側の足がどんどん遅れてきます。そうすると体は必然的にねじれてきて、横を向いた歩き方になってしまうんです。なのでこの歩き方をまずなんとか解決しようと思った時に、一つ目のポイントは、杖を遠くについて前に前に歩く力を緩めることが大事になります。なのでやるべきこと、杖を遠くについて歩くのではなくて、杖を近くについてまず足を一歩出す練習から始めましょう。杖を遠くにつかないと足が出ません。そういう歩き方になってしまうと必ずねじれてきます。なので杖を近くについて、小股でいいんです。大股にしようと思うと体がねじれますから、小股でいいので、近くにつきながらゆっくり歩いていきましょう。そうすることで体のねじれ、自然と解決できる可能性がありますので、まずこのポイント、簡単ですからね。歩き方の問題です。筋力ではないです。慌てて歩けば余計に失敗します。歩き方を変えたいのであれば、正しい歩き方に近づけていく。そのためには難易度を下げる。小股でいいんです。小股でいいので、杖を近くについてゆっくり歩きましょう。慣れてくれば歩幅を広げることができます。今慌てて歩幅を広げる必要はないです。小股からスタートしていただいて、徐々に広げていく。そうすることで体のねじれ、解決できる可能性があります。これがまず一つ目のポイント。今日はもう一つ、二つ目のポイントですね。二つ目のポイントは、麻痺側の足の支えがうまくできていない。どううまくできていないかというと、左足全体にゆっくり乗せることができていないんです。特に足の裏の全体から少し前にかけてうまく乗らないことが多いと思います。そういう時どうなるかというと、ちょっと斜めで分かりやすくいきますね。麻痺側の足を出します。この時は体がねじれないです。ここから E 方側の足を前に出す時、重心が
かかとから左の麻痺側のですね、重心がかかとから前の方に移動します。しかし前の方での支えうまくできないと横に逃げます。そうすると体は横に逃げてしまって次の一歩がねじれたままのスタートになってしまう。いいですか。麻痺側の足の前側に体重が乗った時に支えきれずに体が逃げてしまう。そうすると自然と体は横向きになってしまうので、このままどんどん横向きの歩き方になってしまう。なので筋力が弱いわけではないんです。足の裏の支え方を気をつけてください。かかとから真ん中指先まで行ってしまうと難しいので、指の付け根まで丁寧にゆっくり乗ることを気をつけてステップしていただくと体のねじれ減らせる可能性があるので、ぜひこの2つのポイント、当てはまる方はですね、チェックして、やってみてください。リハビリを頑張りたいけど体の変化が実感できない人に向けた朗報です。変化が実感しやすい自主練が自宅でできる一人でリハを今なら無料で体験できます。詳しくは概要欄をご覧ください。頑張っても成果が出ないのは頑張り方を間違っているから、正しいリハビリで成果を実感しませんか？